兵庫県の農業はご覧のように高齢者が多く男性中心のイメージといえます。しかし実際には農業経営に携わる優れた女性農業者が数多く存在しています。この度県では若手の女性農業経営者に注目し、その取り組みや夢を広く知っていただくため、経営地域も品目も異なる6名と連携し、平成25年3月7日に神戸市内で実践農家と関係者で織りなす農と地域の夢を語る会、本編第1幕若手女性農業者の躍進に向けた集いを開催しました。3月7日神戸市教育会館大ホールには、農業者、生活研究グループ、消費者、学生、農協、行政関係者など県内外から230名余りが集まり、第2会場を設けるほどの熱気であふれました。いよいよ午後1時に開会。兵庫県農政環境部伊藤部長の挨拶からスタートです。ここに来て心強いかなというふうに思っております。次に基調講演として、三重県鈴鹿市で女性15人によって経営する近藤恵子ナチュラルベジタブルの代表近藤恵子さんの講演があり、女性が取り組む農業の魅力と将来展望についてお話しされました。これから農業を始める人には、最初は無理をせず自分のできる範囲でいろいろなことに気軽にチャレンジしていてもらいたいと思っております。若い方のこれからの活躍に応援しております。続いてはパネルディスカッション。登壇者が一人ずつ紹介され、会場後方から登場しました。トップバッターは基調講演講師の近藤恵子さん、同じくアドバイザーの神戸新聞社論説委員の辻元和義さん。ここからパネリストである6名の若手女性農業者が颯爽と登場しました。まず小野市でアスパラガスなどを生産し加工も行う石井美里さん、続いて矢部市の養豚農家小高木ゆかりさん、淡路市でレタスなどを生産する黒田美福さん、宍粟市の稲作野菜農家藤木悦子さん、三木市でハウスイチゴハウストマトを生産する増木園江さん、最後に神戸市北区でセロリやハウスイチゴを生産する森本翔子さん、そして農業経営課天野正春課長がコーディネーターを務めました。以上の9名によりパネルディスカッションは夢の農業、地域の未来、自己実現をテーマに進められました。農業高校田島農工で農業クラブの大会の一つ意見発表を全国で堂々と発表させていただいたことがやっぱりきっかけにはなっています。もう東京農業大学に入学を決めた時から、その短大を卒業したら必ず家には帰ってくるという、やっぱり豚が待ってるって思うと、豚が好きな私には何も聞かれるものはなかった。自身もこの将来に不安っていうのはありまして、お互い、ものを作っていくっていうことに喜びを感じる夫婦ですので、主人に辞められてしまうとちょっと怖いっていうのもありますから、私が先に基盤を固めて、おいよっていうの価値の対比を今取らせていただきます。食べて美味しかったら初めてポップにするって感じですね。綺麗に盛り付けて写真撮ってポップにしてっていう感じです。そこから QR コードっていうのをつけて私のブログに飛んでブログで見れるようにした。これの背中を見せれるっていう職業っていうのはほとんどもう自営になっていますよね。農業っていうのはそれでも一緒に種をまいたり共同でできるっていうのはすごい魅力だと思います。お子さんは手伝う時に何か文句言ったりしないんですか？もちろん言います。どういうふうに言ったらするかっていうのを考えるのがすごく楽しいです。お子さんはやる私の子供は天皇のお茶のところの桜もでないと食べたりしないんだよね、給食で寝るんだけどっていう、きっと金持ちだって食べてないよね、この鮮度でっていうものを、
農家って食べられるので、それはものすごくリーチ。自由って、まあ、私書いてるんですけど、別に自由時間が多いっていう意味ではない。会社に勤めてる時っていうのは別に会社の土日が待ち遠しかったり、こう休みたいなとか、農業はやっぱり自分の意思でやりたいことをやっている、まあ、自分次第で結果もついてくるのではないか。最後にパネリストの6人を発起人とする現役の若手女性農業経営者のネットワーク組織の立ち上げについて紹介がありました。フォーラムというものが私たち AGP という組織のスタートにすごい形でつながっていくんじゃないかなと確信しています。全国の方でも今日にして農業がしたいっていうような女性の方が集まればいいなと思っています。いろんな講師の先生を呼ぶとか、そういう勉強をするとかっていう機会をたくさんできれば持つことができればいいかなと思っています。AGP 入りたいですという方がいれば、本当に楽しくやっていきませんか皆さん、という感じでいかがでしょうか。で、そういったことはやっぱり全国のこういった仲間がいるっていうことはすごいパワーになるというか励ましになりますので、アグリ福祉施設の会ですね、これをぜひ立ち上げていってもらいたいと、続けていってもらいたいと思っております。今日、本当に画期的っていうか、もう農業も変わってきたなと。ここにいらっしゃる方は消費者っていうか、その一般の女性感覚に近いところで自分を表現されてるっていう。ぜひですね、皆さんに私が期待したいのはですね、どうか今の自分たちのペースで生きてほしいなと。今のですね、持ち味を絶対大事ですよ。それがですね、日本が必要としている、兵庫県が必要としている、その新しい文化ですね、本当これは。で、それを皆さんで発信して。最後に、会場の参加者に対し、コーディネーターから、イエスノーカードによる質問がありました。という方がいらっしゃったら、イエスノーカード、お願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。本日は大変ありがとうございました。パネリストの6人の皆さん、頼もしいなという、ここを魅力アップしたらもっと売れるのになという目線も、我々男にはなかなか身につかないものをお持ちだと思っております。